戦乱の世を統一した徳川家康が幕府を開いてから300年、日本は異国に門戸を閉ざし独自の繁栄を遂げていた。しかしその太平の陰で戦乱は続いていた。諸国の大名は幕府に厳しく監視され、重い火薬に苦しんでいた。謀反の火種は日本の各地にくすぶっていたのである。黒須藩では来るべき幕府との戦いに備え、山間の村で武器を密造していた。だがその計画は幕府の手で闇から闇へと葬られた。別の武器も作っていた。特殊な兵士、隠し刀である。隠し刀は剣術、忍術にかけ決まった名を持たず、どのような場にも潜入できる。隠し刀は研ぎ師と呼ばれる師範に二人一組で育てられる。二人がそれぞれ動けば自在に撹乱し、一つに結びつけば大きな力となる。隠し刀は強い因縁で結ばれていた。ついてこい。どの獲物にするんだ。
自分に合った獲物を選ぶとき。今日はそいつか。手になじませておけよ。獲物はそいつでいいんだな。よし、行こう。修練だろうが、手加減しないぞ。や
肩ならしとどっついたぞ。来たか。始めるぞ。剣を交えよ。修練の成果を見せるのだ。今日は勝たせてもらうぞ。石化を使え。刃を弾き、敵の気を殴るのだ。そうだ、気を読むのだ。手の内は分かっている。全力で来い。腕を上げたな。うむ、よかろう。次はわしが相手だ。二人でかかってくるがいい。油断するな。刀は二人で一対。その力見せてみよう。まだだ。いつもの冴えはどうした？勝負は最後までわからんぞ。
今だ、畳みかけろ。お主らの力を合わせねば勝てぬぞ。おい、下がれ。少しは使えるようになったな。ここまでだ。お前たちに新たな任を与える。今アメリカの黒船が横浜沖に怒りを下ろしている。その黒船に忍び込み、船長のペルリが持つ密書を盗み出すのだ。そして隙あらばペルリなる者を殺せ。よいな。うむ、それでこそ隠し刀だ。我らはいつか来たるべきクロス藩と徳川めの戦のために存在する。これは判明、失敗は許されん。黒船へと向かう覚悟はよいか。よし、心して取りかかれ。さあ行け。参ろう。